そう、今日大人っぽい、ありがとうございます。肩が出てるんですよ肩が出てるんです。オフショル、そうなんです、オフショル好きなんですよね。結構たま、うん、まあたまに来たりしますね。うん、クショだってクショタイムだって。入りますか。そんな動いたらさ、そうですよね、寝るよできましたか。なんで見せてだって。立てる、どこに立ってんの。見えないです、見えないです。びっくりした。これね、ショールーム一番最初にやったショールームで着た服なの。あら、そうなの。そう、だから着てきたの。うん、ちょっと意識面白い子だな。面白い。はい、クリスティは、うん、どこに立ったの。どこだ、怖い。あー、肩が出ちゃって。南も出てるよ。真似されたんです。あら、違うかな。真似してないよ。ピース、イエーイ手振って、こんにちは。そうさ、まだ握手会やってないから。そうなんだよ、聞けてないから。スリ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 行ったようだって。もう終わったから。そうなんだよね、姉妹みたいだって。ありがとう。シュリがお姉ちゃんかな。違うよ、絶対ミナで。ミナちゃんか。はい、今日そう、これね、肩出しとうやんか。真夏さんのお下がり、じゃーん、じゃーん。お下がりな真夏さん。ねえ、てんてん、今日色気ある。真夏さんの色気をちょっともらった。あるやろう。やった。オッケー。服？服。はい。今日こんな黒いスカートです。ね、ベレー帽が、あ、じゃあベレー帽とこのトップスがイートミーで、下のスカートがどこだっけな、ライチ、スカートがライチっていうお店ので、ね、多分去年買ったやつなんですけど、なんかねチュールとかがいっぱい重なってて可愛いの。そうね、全身多分見えないんだよな、こんな。ん？あ、そう、これ耳もつけてる。ハート見えるかな。ハート、お名前は吉田彩乃クリスティです。大分県出身です。好きな飲み物はミルクティーです。てへぺろこんばんは。やあ、やあ。はい、ということで始まりました。7月13日の金曜日。13日の金曜日。そう。ね、悪いことが起こらないといいんですけど。はい、ということで本日9月4日の農業日ショールームを、農業日配信を担当させていただく梅澤みなみです。イエイ。よろしくお願いします。うん、休みの日はずっと引きこもってる家に。でね、ずっとねテレビ見てんの。最近はあのアニメの銀魂をずっと見てる。だからね、移動中とかも見てる最近は。
そう、インドア派。いやね、外に出るのがめんどくさいっていうだけ。そう、今日のお洋服は肩出しです。クリスティからいっぱい肩出しの服もらうんですけど、今日は自分の服です。そう、今日のお洋服はオフショルです。これはコメントは、お、こんにちは、こんばんは、見えてるかな。こんばんは、お、こんばんは。はい、今日は8月21日の水曜日の乃木曜日を担当させていただきます、山下美月です。よろしくお願いします。皆さん遅くからありがとうございます。今日は初めて着たお洋服を着ています。そう、秋服をゲットしまして、握手会でもいつか着ます。始まっちゃった。始まった。こんばんは。7月26日月曜日、嘘です、金曜日、金曜日の乃木曜日を担当する架橋彩花です。乃木曜日初登場です。よろしくお願いします。今日の乃木曜日すっごい楽しみにしてたんですけど、してて、それで服をね、1週間ぐらい前からちょっと何着ようかなって思って決めてたんですけど、今日あやてぃさんからお洋服をね、めっちゃもらって、決めてたのにもうすぐこっちにしちゃいました。可愛すぎて。もうね、もう決めるときにさ、部屋がさ、もうこう服をめっちゃこう散らかしてね、めっちゃ合わせて選んだりとかして、だけどすぐこっちになるっていう。それぐらい可愛くて嬉しくてありがとうございます。できた？はい。あ、こんばんは。こんばんは。来たー。やっほー。こんばんは。はい。こんばんは。こんばんは。9月18日水曜日の乃木曜日を担当する柴田優奈です。こんばんは。こんばんは。洋服見せてって何？やだ。あ、肩出ししてる。そう、可愛くないこの服。え、イヤリングをつけてね、大人っぽくしたんだけど、そんなことはどうでもいいんだけど、まえちゃん。そんなことどうでもいいの？じゃ、服見せてって着てるんで、ちょっとだけ見せたいと思います。じゃーん。こういう服を着てます。ちょっと白に、ここにこういう青いリボンとラインが入ってるんですけど、そうっていう洋服です。そう、肩出しなんですよ。ちょっと真夏さんリスペクトってすごいいっぱいコメント来てるんですけど、まあ、それもちょっとありますね。確かに逃げ水の衣装もここね、肩空いてますね。はい、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。